ラペルーズ・ハクジャン・フランソワ・ド・マローの探検隊が目撃した三国丸。スパンカーは転板されておらず、帆柱、桁も収納されている。海戦としての三国丸は、江戸時代後期に江戸幕府が建造した船で、日本、中国、オランダの三国の特徴を合わせたという意味で付けられた。三国丸が建造された背景には、当時幕政を主導した田沼沖継が行った。 輸出拡大政策がある。天明2年11月、幕府は当時のオランダ商館長イサーク・ティチングに対して、バタビアから西洋船建造と相反の技術指導のため要員派遣を打診した。ティチングは船大工の余裕がないことを理由に、これを断り、対案として日本人派遣を提案したが、鎖国令を根拠に拒否されている。翌3年9月に幕府は、 再度西洋船の総船、総班の技術指導等を打診するとともに、大阪から長崎へ道を輸送する海船のナンパが多いことを挙げ、オランダ船の模型と船大工の派遣を求めている。ティチングはこれら西洋船の技術導入を海船ナンパの対策と結びつけており、一度離日した後の天命4年7月に模型を引き渡したが、田沼沖とも暗殺で頓挫したと認識していた。 しかし実際には海鮮難波の対策は以降も継続しており、結果として三国丸建造に至ったと海事私学者の足立博之は推察している。この間に積み荷が銅から俵物へ、線形も西洋線からは要注の接中線になっている。この理由として前者は山出動の減少と俵物の産地である北陸、正さから長崎への航路、 特に晩秋以降の日本海の荒れ模様から対、構成が求められたためである。また後者については雪中線建造を提唱した園、県番原作絵門が10月28日に、次のように三社の利点、欠点を挙げ、三社の雪中線が良いと提唱している。11月に、原が作成したひな型を見た幕府は、原の案を採用し、西洋線に代わり雪中線建造を決定。 大阪で建造されることになる。原は、翌天明5年11月以降に、大阪へ向かい、同6年3月に見積もりを出した船大工、天ヶ崎や吉左衛門が建造を受け負うことになった。建造費は、銀159巻目で、同時期に幕府が建造した850、石積弁祭船の1230両に比較して、石あたりに割ほど、割高だった。 三国丸の復元は石井が行い、次の特徴があったとしている。船底材の甲は膨らんだ形をしており、角壁と六材と共に骨格を形成し外反を貼り付けている。この船体構造を、海事史学者の石井賢治は、中央の接中型としているが、あ立ちは、六材の仕様はジャンクに見られるとして、ジャンクの構造としている。ただし選手については角壁に誘演する。 平らな形状ではなく、選手材として、石線、弁彩線と同じ見押しが取り付けられ、両派性の向上が図られている。弁彩線と同じ、櫓作りだが、弁彩線が、船体中央部を、石載量増大のため、水密甲板を排しているのに対し、船体全部の天馬線搭載部直後から船尾まで、そう倉による、水密甲板としている。火事は和式だが、 指示方法は、西洋式である。本穂と美穂に相当する使い出版は、弁裁戦と同じ1枚ずつだが、これ以外に、ジブ2枚と、下下下のないスパンカー1枚を備える。原の草案では、メインセール柱に穂が2枚2段あったが、草案が困難なため1枚になったと考えられる。天明六年十一月に、幕府は三国丸の就航を各地に通達しており、また運行は、 長崎海所が行っている。翌年4月16日、当時日本海を探検していたフランス海軍のラペルーズ率いる艦隊が、諸女航海を終えたわら物を積み、長崎へ向かう三国丸に遭遇し、詳細なスケッチを残している。三国丸は、数年間運用すれば、要船を運用するよりも経費が削減できるはずだったが、就航から三年後の天明八年九月十八日に、 箱館を出港後、暴風に遭遇し、10月2日に佐渡沖まで流された際に火事を破損し、帆柱も切り倒したため、乗組員は、橋家で、飛び島へ避難した。無人となった三国丸は、出羽国赤石浜に漂着して、破船となっている。なお石井は三国丸建造の理由として、弁済船では、不可能であった年2回の往復を行わせるためとしている。 しかしや立ちは、陶器に、後悔せずとも、弁済戦で、年2回の往復が行われたとして、陶器の後悔は2回目の往復時は、俵物の昆布が新物庫に収穫が6月土曜になり、十分な量を積み込むには、後悔が晩秋にずれ込んだためとしている。三国丸の建造は、荒れる、陶器の日本海を安全に後悔するためであったが、 冬の日本海には三国丸も屈することになった。早期の破船により、経費も回収できなかった幕府は、以後は三国丸と同型船の建造派行図、従来の要船による俵物輸送へ回帰した。ただし、完成11年に建造され、翌年7月に破船した神風丸はじめとする、ロシアなんかに応じて幕府が建造した船の中には、搬送こそは式だが、船体はジャンクに、 三好、上部構造物は、宗谷蔵という形式があり、あだちはこれらを三国丸に影響されたものとしている。なお、三国丸を建造した、天ヶ崎屋では、幕府に命じられた、高田屋貨幣の注文で宗谷蔵の弁済船が、建造された。さらに、三国丸のジブとスパンカーの組み合わせは、明治時代以降の愛の小船で復活をしている。ありがとうございます。